トゥーランドベルグの時間です。よいしょー。今回はセオリツ姫シリーズ最終回、歴史に残る大ヒット映画君の名はに隠された超重要な神々の秘密、そしてついに明かされるセオリツ姫のヤバすぎる正体についてお話ししていきます。もうめちゃくちゃ重要な回でございます。はい、君の名はという作品に込められた神々の謎を解き明かし、これまでずっと考察してきた歴史から抹消されし、セオリツ姫の謎までも全部この動画一本でお届けします。ぜひね、この世界の現状を伝える衝撃のラストまでご覧ください。いやー、とうとう来ましたよ。来ましたね、セオリツ姫シリーズ最終回がね。君の名はの考察とどう絡めてね、セオリツ姫の正体を解き明かすんやっていうね。いやー、全く想像つけへん。ちなみに君の名は見たことあんの？君の名は見たことあるんですよ。お、何回見たんですか？1回です。1回どうでしたか？1回では理解できませんでした。見ろやじゃあ理解できるまで1回で諦めんな。1回で諦めた。面白かったんですか？いやでも面白かった。分かってへんのにおもろいよね。なんかね、エモい感じました。エモいとか言うな。ん？エモいで済ますな。ん？君がしゃくれた。エモい言いたいだけや。確かに君の名はもう細かいこと抜きで楽しめる映画なんですけれどもね、うん、まず最初に、まあ、見てない方もいると思うので、まあ、ネタバレ注意ですけどもね、はい、まあ、簡単に君の名はのねストーリーを説明します。はい、まず君の名はには主人公が2人います。1人目が都会の生活に憧れを抱く女子高生、宮水美沙ね、岐阜県の飛騨に住んでいて、妹の四葉とともに宮水神社の巫女さんを務めているんですよね、うん、そして二人目の主人公が東京の高校生立花滝、ね、爽やかなシティボーイなんですよね。でこの二人はある日突然心だけが入れ替わり、なんやかんやわちゃわちゃするっていう、うん、ドタバタコメディ的なスタートなんですよ。でも途中から結構ねディープな方向に急展開していくんですよね。ある日ね、三葉との入れ替わりがなくなったやんってことに気づいた立花滝は、三葉の体の時にね見てね描いた景色を頼りに岐阜県の飛騨にたどり着くんですよ。そこで立花滝は、三葉が住んでいた糸守町は3年前にティアマト彗星の破片が落下して町ごと消滅していたことを知るんですよね。そう、二人の入れ替わりには3年のズレがあり、三葉は3年前のティアマト彗星の落下によりも死亡してたという衝撃の事実が明らかになるわけですよ。うん、もうそれを知っても愕然とする立花滝は、三葉が巫女を務めていた宮水神社の御神体がある、ね、山の祠に向かって、そこで再び体が入れ替わるんですよ。うんうん、そこからなんやらかんやら頑張って、3年前の三葉と町の人たちは救われるんですよね。でも二人の記憶はなくなってしまうと。そして滝と三葉は5年後に偶然にも再会。ね、記憶はなくなってるのに二人は立ち止まって振り返る、君の名前はというラストなわけですよ。そんじやった、そうやった、そうやった、思い出した。うん、ないや、いい映画なのよ。ラッドウィンプスの曲もあってて、いやそう、とにかくなんかめちゃめちゃいい映画なのよ。うん、エモい、言うな。まあもうないや。でもね、この映画にはもうねめちゃくちゃとんでもない神様が隠されてるわけですよ。ほんまかいな。それがもう何回も何回もお伝えしてきた歴史から抹消されし女神、セオリツ姫なんですよね。そうなんらしいですよ。もうしつこいぐらいセオリツ姫してるんですけど もう今回がラストなんで、どうか最後のお付き合いくださいませって感じなんですけどもね。セオリツ姫というのは日本書紀古事記には一切登場しない謎の女神であり、その名前は人々の罪や汚れを払う水月の都合盛りの大祓という祝詞の中でのみ確認できる神様です。その祝詞の内容からセオリツ姫は人々の罪を川から大海原に流す祓え戸の狼であり、滝や川を司る水神であることがわかるわけですよね。さらにセオリツ姫は白竜の化身とも言われ、多くの神社で白竜や白蛇とともに祀られています。かつては伊勢神宮の荒御霊としてセオリツ姫が祀られていたり、古代日本最初の統一王にぎはやきの皇后だったという記述があったり、とにかくいけつないくらいの秘密が隠されたとんでもない女神、それがセオリツ姫なんですよ。詳しくはねこれまでの考察を見てほしいんですけれども、セオリツ姫は現代のスピリチュアル界でももう絶大な人気を得てたり、千と千尋の神隠しや君の名はという日本を代表するアニメでなぜか取り上げられている大注目神様なわけですよ。もう早く気づいてよって言わんばかりの取り上げられっぷりですよね。はい、それでは
君の名はという映画のどの辺にね、セオリツ姫が隠されとるんやと。ここからはですね、その謎を紐解いていきましょう。まずね、主人公である宮水光葉の名前の由来ね、監督である新海誠さんは公式ツイッターでこのように発言しています。光葉の名前の由来、直接的には水葉の目、水の女神から取ってます。おー、つぶやいてんのよ。言ってんねん。言うてんねん。あら、三つ葉の目は火の神かぐづちを生んだことで、大やけどをしたイザナミの尿から生まれた神様です。川や滝に関連する水神であり、竜神と言われる高狼とセットで祀られることも多い女神。川や滝を司る水神、竜にまつわる女神であることから、三つ葉の目は聖律姫と同一視される神様の代表格なんですよね。君の名はの監督がもう明確に日本神話の水神を主人公の名前のモデルにしていると語ってるんですよ。つぶやいてるんですね。つぶやいてんのよ。これだけでもうほほって感じやけども、うん、改めて二人の主人公の名前を見ていきましょう。はい。で、まず宮水光葉で、光葉の部分は光葉の目がモデルになっていることが分かりましたが、宮水っていう名字、うん、ね、この部分も相当重要やからね。そうなんや。後ほど説明します。そして橘滝、もう文字通り滝ですよ。で、これまでの動画をね、セオリツ姫シリーズを見てくれてる人はもうこれだけでもピンピン来ますよね。もうね、滝の話ばっかりしてますね。水を表す山水に難しい方の竜という字が入って滝ですよ。山水に立つっていう字が入った滝が今使われてる常用漢字で、難しい方のこの滝がね、旧字となるんですよ。まあ字は違いますけれども、どちらも高い崖から水が落下する滝と同じ意味になります。滝は古来から竜が宿る、もしくは竜そのものであると、まあ、考えられてるわけですよ、日本ではね、うん、水神光葉の目の名前を持つ宮水光葉と、滝神であるセオリツ姫と深い関わりを感じさせる橘滝という名前、そして橘滝の声優が神木隆之介さんなんですよ。神木隆之介で、ここまで来るとなんかもう狙ってないの？狙ってますね。キャスティングからしてって感じなんですけどもね。これは。で、ヒロイン宮水光葉が、宮水神社の神楽殿でね、舞い踊るシーンっていうのがあるんですよ。その時に、頭につけている飾りに、もう、デカデカと竜が、ね、もう竜をつけてるんですよ。はい、はい。で、手に持ってる杖にも竜があしらわれてる。あらまあ。まあ、このことから、宮水神社は竜にゆかりのある神社だということがわかるんですけれども、宮水神社の御神体、っていうのは神社の中にはなくて、糸守町の山を登った奥の宮に御神体があるわけですよ。あ、そうなん、山の上に。山登ってたやろ。うん、山登ってたやん、うん、あれはあの神社の御神体なんや。あ、なるほどね。神社の中にはその御神体がなくて、奥の宮は山の中にあるよ、山そのものが御神体だよみたいな、はい、切り離されてる感じね、うん、宮水神社は岐阜県の飛騨にあるわけですけども、なぜ広い三葉の住む場所として飛騨が選ばれたのでしょうか。はい、ちなみにね、三葉の同級生にテッシーっていうね、キャラのキャラクターがね、登場するんすよ。このテッシーをね、都市伝説の雑誌ムーの愛読者だという設定があるんですよね。ムーという雑誌は政党竹内文書を受け継いでいる竹内睦弘さんともね、コラボしているような、あらコアな雑誌なんですよ。監督である新海誠さんはね、もうムー読んでて、ある程度日本の裏歴史とか竹内文書の内容を知ってる可能性があるんじゃないかなって。まあそうよね。ぐらいね、このムーが出てくるのも意味深やし、こっから出てくる情報もねすごいのよ。岐阜県の飛騨といえば、竹内の宿根の子孫が伝える口伝、聖刀竹内文書において神々が最初に降り立ったとされる場所ですよね。正確に言うと飛騨の暗い山に降り立ったと言われています。で、この暗い山にはたくさんの巨石が見られ、その巨石からなぜか木が生えているという、まあ、すんごい場所なんですけども、君の名はにおいても御神体がある頂上には巨石があって、その巨石にはもう木が生えてるんですよ。そしてそれが暗い山の頂上にある天の岩戸のビジュアルにめちゃくちゃそっくりなんですよ。はー、ちなみに暗い山の頂上、天の岩戸には古代文字ペトログリフで祈りと刻まれた岩が見つかってるんですけれども、君の名はでもね、主人公橘滝くんはこの場所で三葉との再会を祈るわけですよ。うわ、君の名はに出てくる宮水神社は、神社の中に御神体はなくて、近くの山を登った奥の宮に御神体があるんですけれども、この暗い山も
山そのものが御神体であり、近くにある飛騨一宮みなし神社の奥の宮という扱いなんですよ。うわ、同じ神社と奥の宮の構造全く一緒、うん、そして御神体である位山と連なる神社の名前が飛騨一宮水なし神社なんとね、この神社の名前に宮水という字がはっきり入ってるんですよ。完全に入ってるね。もう入れてきてるやろ。来てるね。いっぱい名字候補あるで。うん、この飛騨一宮みなし神社に祀られてる神様もね、すんごいのよ。うん、主祭神が大都市、つまりにぎはやきの御子神と言われる水戸市の狼で、大国主、雨のほわかり、ね、高照姫、豊受けの狼、ね、これまで日本神話ミステリー編とか、青鐘竹内文書編でお話してきた、もう神々の集大成みたいな顔ぶれなんですよ。さらに、水戸市の狼は別名、みなしの神とも呼ばれ、川の水源を司る神とも言われてます。まあ、これまたね、セオリス姫にも通ずるものがありますよね。君の名はに出てくる宮水神社、そして御神体の山は飛騨の位山と飛騨一宮みなし神社がモデルだと分かりましたけれども、宮水神社のね、外観、まあ、見た目ですよ、これのモデルは、まあ、これまた飛騨にある比叡神社だと言われてるんですよ。ほう、ね、日の枝と書いて比叡神社。この比叡神社の御祭神が大山杭と言われる神様であり、この神もまた大都市、つまりにぎはやきと天地かる水姫っていう謎の女神との間に生まれた御子神だと言われてるんですね。飛騨一宮みなし神社にはにぎはやきと高照姫の御子神、言ったら子供ですよね、水戸市の狼が祀られ、比叡神社にはにぎはやきと天地かる水姫との間に生まれた御子神大山杭が祀られてる、うん、まあ、どちらも、まあ、にぎはやきの御子神なんですよ ね。ちょっとね、大山杭とか水戸市の狼じゃちょっとピンとこないかもしれないんですけども、もう僕的にはもう新海誠監督も全部分かってんなって感じです。おお、ここまで共通点の多い神社を使うのも、で、位山っていうチョイスも、飛騨っていうチョイスがもうそうなんやけど、もう全部分かった上で君の名はっていう映画を作ってます。比叡神社で祀られてる大山杭のね、お母さん、天地かる光姫は、名前以外何の情報もない神様なんですけども、まあ、これまたね、意図的に情報を隠された神様です。天地かる光姫の名前を読み解くと、天地、すなわち天を知ると書くんですね。うんうん、で、かっていうのは、釈迦の蚊で出会うという意味、うん、で、水姫っていうのは美しく流れると書いて水姫と読むんですよ、うんうん、これは文字通りね、美しく流れる水の姫という、うん、まあ、そういう意味ですやんかと、シンプル ね。天を知る美しく流れる水の神と言えば、はい、ね、もうセオリツ姫しかいないですよね。ね、ということはね、にぎはやきと雨ちかる水姫イコールセオリツ姫の子供が大山杭だよってことですよね。はいはい。で、セオリツ姫といえば天照大神の荒御霊だと言われてたり、ね、この神社の絵馬に右早い人セオリツ姫と同じ神様だと言われてる一木島姫が夫婦として描かれていたり、ね、コシコ伝ホツマツタエにも天照神、すなわち右早い人セオリツ姫が結婚していたことが記されているわけですよ。なんならね、ホツマツタエにはセオリツ姫の別名、天、天が下がると書いて、天下がる、日に向かう、日に向かつ姫とも言われてるわけですからね。うん。そんなセオリツ姫と、にぎはやきの子供である、大山杭が祀られる、比叡神社を、宮水神社の外観のモデルにしてるのも、もう絶対偶然じゃないんですよ。狙ってるね。狙ってる。ちなみにね、飛騨一宮みなし神社の主祭神は、水戸市の狼という謎多き神様だったんですけどもね、この時の動画をちゃんと見てもらったらわかるんですけども、この水戸市の狼の両親はにぎはやきと高照姫っていう、そういう結論が出てたんですよ。高照姫はアジスキ高彦根編で話してきた通り大国主の娘でしたよね。で、兄であるアジスキ高彦根と共に出雲を出た高照姫は大和の葉をにぎはやきと結婚し、水戸市の狼という子供を産んだということになるわけですよ。そして高照姫の高いところから照らすという名前は明らかに太陽を連想させる名前であり、にぎはやきの妻としては、まあ、相当高い地位にいたと思われます。
神社に残る情報から推測すると、タカテル姫は逃げ早いと結婚する前は地上や海を照らすシタテル姫という名前で、逃げ早いと結婚した後に天から照らすタカテル姫という名前になったんだということが考えられるわけですよ。つまりタカテル姫は逃げ早いの正妻、つまり皇后だった可能性が非常に高いというわけですよ。はい。となるとね、逃げ早いの皇后だったことがほぼ確定しているセウリツ姫とタカテル姫は同一神だったという衝撃の事実が浮かび上がってくるわけなんですよ。で、アマチカル光姫、タカテル姫、市木島姫、そしてセウリツ姫は全て同じ神であり、ね、逃げ早いの皇后だと。そしてこの中でね、唯一素性がはっきりしているのはね、タカテル姫のみなので、ここでついに、セオリツ姫の正体が明らかになるわけですよ。なりましたね。ね、大国主の娘さんです。はぁ、セオリツ姫の正体はそこ、アジスキ高彦への妹さん。はいはい、なんですわ。くぅ、はっきりした。そう。そしてね、セオリツ姫ことシタテル姫は初代アマテラス大神といえるニギハヤヒの皇后だったわけなんですけども、セウリツ姫という名前自体は人々の罪や汚れを払う払え戸の狼という役職名だったんじゃないかと。いや、ついにね、セウリツ姫の正体にたどり着きましたよ。たどり着いちゃいましたね。そうね、だってアジスキ高木コネはね、大国主の息子さんやけど、妹のシタテル姫を連れて、うん、いつもから出てるからね。ね、そこで逃げ早い人を結婚させて、うん、アジスキ高木コネはものすごい権力を持つわけですよ。うん、でシタテル姫もタカテル姫となってね、セオリツ姫と役職も持ってものすごい権力でね、兄弟揃って持つわけですよ。はいはい。でアジスキ高木コネはさらにこっから神武天皇についてね、初代天皇の神武天皇と、で自分の娘の伊助頼姫を結婚させて、はい、で第2代水勢天皇を産ませてるわけですから、裏天皇的になっていくんですけども、この仕立てる姫は逃げ早いと結婚して、うん、その後どうなったかっていうのははっきりとは分かってないんですよ。そうなんや。まあ、もちろんここも考察していきますよ。はいはい。この辺めちゃくちゃ重要なのよ。やばそう、ね、やばそう。で、君の名を作った新海誠監督は主人公たちにセオリツ姫に関連する名前をつけて、これでもかってくらいにセオリツ姫とか逃げ早いにゆかりのある神社とか地域だけをもう選んでるわけですよ。世の中にはもう無数の神社とか聖地があるのに、ここまでドンピシャかつブレずにセウルツ姫逃げ早い関連で共通していることからも、意図的なのは明白なんですわ。明白ですね。はい。これらの共通点っていうのはもうめちゃくちゃマニアックに深掘りしないとここまでわからんのよ。もう絶対たどり着けん。そう、まあなんか立花滝とか三葉の名前で三葉の目がセウルツ姫だよねとかはわかるんやけど、やっぱその大都市イコール逃げ早いだよねとか、うん、大山杭とか水戸市の神とか、やっぱマニアックな神様まで紐解いていかないと、うんうん、この君の名前に込められた裏のメッセージにはなかなかたどり着かへんねん。いや、間違いない。もう日本史はマニアやからいけた。でも日本史はミステリー編とか生徒竹内文書シリーズを共に読み解いてきてくれてる人にはね、もうこの興奮が伝わると嬉しいです。間違いない。そして君の名は考察の極めつけが、三葉が住む糸守町に降り注ぐティアマト彗星の存在ですよ。ティアマトとはメソポタミア神話における女神である。淡水の神アプスーと交わることで様々な神々を生んだ現象の神なんですよ。原点ではティアマトの姿については記されてないんですけれども、後世においてね、ティアマトは巨大な竜の姿をしていたっていうのが一般的になったわけですよ。ね、もう水星落ちる時も竜みたいな動きするしね。確かに。で、ここでも新海誠監督は竜にまつわる水星をぶっ込んできてんねん。最後の最後も、うめすぎよ。セオリツ姫も竜神って言われてるからね。うん。で、ティアマト水星は、君の名はにおいて、1200年周期で糸守町に落下しているというお話なんですよね。で、作中のセリフから、三葉のお母さん、おばあちゃんも入れ替わりを経験していることがわかり、この入れ替わり能力っていうのは、巫女である宮水家に受け継がれているものなんだと。で、ティアマト彗星の1200年周期の大災害から守るために存在していたってことが、作中で明らかになるんですよ。はい、はい。まあ、あんま覚えてへんと思うけど。そうやねん。で、その事実に主人公の立花滝くんは気づくわけですよ。で、宮水神社の御神体のところに行き、口上酒の力で再び時を超えて三葉と入れ替わり、
滅びの過去を変えるっていう感動のクライマックスになっていくわけなんですけどもね、このティアマト彗星が降り注ぐ1200年周期というのは都市伝説、古代文明好きにはピンとくる数字ではないでしょうか。1200に0を1つ足すと12000、12000年前といえば世界中の神話で語られる大洪水が起こったと言われる時代ですよね。地球はコマが首を振るようにして回転しており、この動きを歳差運動というのですが、25800年かけて一周すると言われてるんですよ。つまりね、地球から見える天体っていうのは年々ちょっとずつだけどずれていってんのよね。で、25800年かけて再び元の位置に戻るわけです。この半分の期間が12900年。そしてこの地球のコマのような動きによって春分点に位置する星座も時代とともに移り変わるわけですよ。25800年を12星座で割るとまさに2000年周期で春分点に位置する星座が入れ替わるというわけなんですよ。世界中に存在する巨石遺跡は春分点の方向を示し、春分の日や秋分の日に何かしらの仕掛けが起こるようになっているものがめちゃくちゃあるんですよね。ね。マヤ文明のチェンイッツァ遺跡にあるククルカン、これもね、蛇の神様ですよね。羽が生えてるから竜かもしれん。ね、この春分の日と秋分の日にだけ羽が生えた蛇のようになるし、エジプトのピラミッドも春分の日と秋分の日の数秒間だけ8面に見えるというとんでもない仕掛けがあるわけですよ。不思議なことがわかんのは、農作物を育てるために春分の日が大事やったから、それを作ったんだみたいなこと言うけど、アホかと。そんなわけあるかいと。こんなバチバチにね、8面にピラミッドできる人が、春分の日分かりきっとるやろ。そんなん作れるやついらんやろ、そんなギミック。他にもっと楽な方法あったやろ。あるよ、一番大変。そんなわけない。今でも作られへん。8面になるように見えるなんて無理。他にも、日本でも、飛騨にある。金山巨石群は春分の日と秋分の日だけ石の隙間からまっすぐに光が差し込むようになっていたり、高知県にある足摺岬では真西へと沈み行く夕日の光が洞窟をすり抜けて黄金色の光が海面を染めるという奇跡的な現象が春分の日、秋分の日に起こるんですよ。うわぁ。イースター島のモアイもスフィンクスも春分点を見つめていますし、古代の人々は後世に残る巨石を使って何かしらの情報を伝えようとしていたのも間違いないんですよ。ちなみにね、2000年前に春分点に位置していた星座は魚座やったんですよ。で、この時代にイエス・キリストは生まれ、聖徒竹内文書の訓練によると、神武天皇も生まれていると。だからイエス・キリストがキリスト教のシンボルがね、魚みたいなマークしてるのも、魚座にまつわるからだと言われてるんですよね。今、西暦何年ですか ?2022 年。でしょ、じゃあもう、イエス・キリストが生まれてから2000年以上経ったわけですよ。出ますね。そう。キリストが生まれて、魚座の時代から2000年経った現代を、まさに人星座ずれた。水亀座の時代への移行期と言えるわけです。今から12000年前は、歳差運動のちょうど半分である、獅子座の時代だったわけですよ。で、この時代に文明は一度滅んでいるのではないかと。はい。そして現代にあたるこの水亀座の時代こそが、12000年ぶりとなる大転換期ではないかと、言われとるわけですわと。えらいこっちゃ。えらい時代なんですよと。で、スフィンクスはね、春分点の方向を見ていますが、下半身が獅子で、上半身が人間ですよね。これは獅子座から水亀座という、12000年周期を伝える建造物であるということですよ。獅子座から水亀座ね、こう移行していってる。はい、水亀座見て、このマーク。女の人が、水亀をひっくり返すんだよ。大洪水。いやー、来た。ネイティブアメリカン、ホビ族は現代の水亀座の時代こそが人類が物質主義となって滅びの道をたどるか、精神や自然を大切にする調和の道をたどるかの分岐点やねってことを伝えてるわけですよね。そして君の名はという作品も12000年周期で起こる人類への災害をティアマト彗星で表現しているというわけなんですわ。ふぅ、とんでもない作品ですわ。やばいね。水亀座の時代に向けて作っとるわ。これは名前を取り戻すっていうテーマは神様の存在を思い出すということでもあるんですよね。君の名はそういうことも伝えてるんですけども、しかしね、今の人間は神様の名前だけを自然から切り出して
その概念を崇拝してるに過ぎないんですよ。なるほどね。ちょっと分かりにくいですよね。例えば山の神様の名前を山そのものから切り離して、その神様の名前自体はね崇拝するのに平気で山切り崩すみたいな、うんうん、矛盾が現代では生まれてるわけですよ。で、神の名を思い出すというのは神様の名前だけを切り取って取り出すってことではなく、本来の自然にその神の名を返していくという、つまり自然そのものを敬うというスタンスに切り替えるということなんですよ。神の名をただ概念だけ思い出してもダメ、うん、ここまでは千と千尋の時に来たんですよ。はいはい。でもそれが自然にちゃんと返して、その自然が神だっていうところに戻していく、そういうことなんですよね。人類の信仰ももともとは固有の神を崇めるっていう概念はなくて、自然そのものを崇拝するアニミズムだったんですよ、うん、日本の古来からの八百万という考えもまさにアニミズム信仰から来てるわけです。千と千尋の神隠しも君の名はも神々が名前を取り戻していく物語であり、自然そのものを取り戻すというメッセージがある反面、今の人類に警告を与えるという内容でもあったということなんですよ。はい。それがね、日本の興行収入ランキングの2位と5位やからね。ね、だいぶトップよ。やっぱそこでなんかこう惹かれるという感じる人がやっぱ多かったんですよね、うん、日本には、ね。よく分かれへんけどなんか好きみたいな。だから刻まれてるわけですよ、このメッセージみたいなのは。そう考えると、千と千尋の神隠しと君の名はという2つの大ヒット映画は、もう非常によく似たテーマを取り扱ってるってことが分かりますよね。やっと分かりました。分かりました？やっと分かりました。ピッタピタでしょ？2001年公開の千と千尋の神隠しでは、男性誌逃げ早げの要素が強めで描かれてるし、2016年公開の君の名はでは女神であるセオリツ姫の要素が強めで描かれてる。そこの緩やかな移行も時代の移り変わりを表してるようなんですよね、僕からすると。なるほどね。そしてセオリツ姫は人々の罪や汚れを洗い流す存在であるとともに、あらゆる厄災を司る八十万ヶ月の神という恐ろしい側面があるっていうのも、ティアマト彗星のように傲慢になった人類に罰を与える存在でもあったというわけですよ。今まさに人類が直面している水瓶座の時代ね、一体どのような時代になっていくのでしょうか。それに対するメッセージ、そうですよ、バチバチに入れられている。いやーすごいな。ということで本日の話はここまででございます。いやは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 やね、ついにね、長い瀬織姫シリーズ2話で終わらす予定だったんですけど、だいぶ膨らんじゃいましたけども、やっとその正体を解き明かすことができました。いや見事ですわ。よし、これはね、まあこの瀬織姫の流れも含めて青鳥竹内文書シリーズの最終章なんですけれども、次回からついにもう最終章の最終章、もう上長考察に入っていきます。うわもう最終コーナー来たよ。もうねまだ行くよまた大サビ来るよもう日本の歴史をねひっくり返すようなとんでもない秘密を明らかにしていくので、もう楽しみにしていてください。はい。で、もともとそれも一応にギュンってやるつもりやったんやけど、まあ、長さはまあええねん、長くなっても。はいはい。でも内容が複雑になりすぎるから、はい、これまた何話かに分けました。おいしょ。でも一本一本長いです、濃いです。しっかりとね、はい、しっかりと刻みつけながら見てください。次回が気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、概要欄にね、僕らの SNS が貼ってるのでね、ぜひチェックしてください。まあ、この SNS にもね、これから僕らの日常とかね、こう活動みたいなものも発信していくので、ぜひね、もう見てほしいですね。ね、あんまやってへん SNS。 やってるよやれやということで、本日のお話はいかがだったでしょうか。本日はこの辺でございます。はい。ということで、またね、バイバイ。バイバイ。